はい、こんにちは、ヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。前回がこちらのビーストキングで、前々回がタイタンキング、まあそれぞれね、こちらのジュオワイルド、ジュオキングと比較込みでやったんですけども、今回はね 1,2,3,4,5,6 そして A,B,C,D,E,F のね6体合体やっていきたいと思います。はい、まずはね、比較の元となるこのね、ジュオキングとジュオワイルド合体させていきたいと思います。はい、続いてね、こちらの韓国版を合体させていきたいと思います。まずはね、ビッグキングソード抜いて、剣も取り外して、で、キューブそれぞれね、バラします。で、こちらのワイルドキャノンのビッグ、ビーストキャノンでいいのか、もう分かんなくなってきた、すいません。で、これがね、パーツで、銃を取り外してパネルを畳む、で、キューブにする。で、タイタンキングの方はこの鳥の頭部を畳む、そして腕、左腕の方を収納で、この状態で左腕、はい、続いてね、マンドリルはこの状態で合体準備完了。とりあえずね、キリン、モグラまた使いましょう。キリンとモグラD、 そして D の上に C、 B、 そして E、 A、 F、 キリンとモグラ、胸パーツ、ビッグタイタンソード、はい、そして、ね、ビーストキャノンを左右に展開して装填、これで合体完了。武器は豹を持たせましょう。はい、日韓のね、動物合体ができましたけれども、まあ、合体してみてね、ここ3本線、このストライプがね、統一されてる、こっちはなしですね。本当にね、差別化されてますよね。だからこっちがね、正義側、こっちが悪側みたいな、そんなね、設定で遊ぶのも全然ありかなと思います。あ、クマさんが。で、ちなみにね、今、モグラとキリンを使ったんだけど、まあ、どうせ色違いであれば、こちらのね、シマウマとカモノハシで合体させてもありかなと思います。モグラを取り外して、カモノハシ。そしてキリンを取り外して、シマウマ。はい、まあ、どうせ色違いだったらこっちの方がね、しっくりきます。ちょっと武器持たせるとジョイントからもうふにゃってきちゃうんだけど、一回外そうか。はい、 ABC、 そして 1,2,3,4,5,6 合体、まあそれぞれね、来たんだけども、やっぱすごいわ、面白い。で、さらにね、まだ搭載獣王とね、ドデカキングの合体もあるんで、まあ、ちょっとどこまで、まあ、この動画でいけるかわかんないんですけどもね、ちょっと見ていきます。全然違うもう違うしか言えないね。はい、こっちが 4,3,2,5,D,C,B,E、 このね、背中、これも途中からこういう風に切り離しての合体、丸ごと胸から下、乾燥合体、まあ、このね、ワイルドキャノンだけ交換とか、あ、この茶色と金色意外に合うね。
ッチはミスマッチで、胸パーツだけも本当に種類増えるとね、幅が広がる。まあ、番組終わってしばらく経つんだけど面白い。やべ、取れた。で、こっちが、はい、まあ、腕の付け根なんですけれども、まあ、日本版と同じくね、1、2、3、4、5、6、7、8段階の可動ですね。で、取り外して、今度は腕変えてみようか。よっ、はい。で、こっちがマンドリルとボルドイーグル、もしくはね、同じ、まあ、ゴリラ系っていうのかな、そう、鳥系と合わせてね、できます。で、こっちを畳む。で、カッター。両方とも鳥系の腕。そして、ゴリラは、ゴリラ。うん、こっちはゴリラだ。そう、こっちはね、反対にしよう。で、畳む。で、こっち。こんな感じになります。これいいね。この状態で立てたらまた別の形態に見えるとか。まっすぐ上がいいか。はい、そんな感じでね、ちょっと元に戻しましょうか。いや、この韓国版来てからね、またちょっとね、獣王者遊ぶ率がすごいね、高まってるんだけど、面白いね。よっ、こっちがこうか。あの、上だけ違うのね。よし。このね、なんだろうね、バンダイジョイントというか、この上下のジョイント、これのね、合体、ガチャっていう合体がね、やっぱり心地いいですよね、非常に。これそのまま外せばいいか。で、上に乗せると。で、銃を置きで、腕とワイルドキャノン、そして腕、胸パーツ。まあ、このね、キューブっていう制約がある以上はね、まあ、劇中とはかなりね、プロポーション違うんだけども、そこはね、もう本当に割り切って遊ぶと全然面白い。これ今腕逆にしたんだ。あ、そう、逆にしたんだね。開く。で、こっちをしまう。こうか。で、タイタンキングソード。で、ビーストキャノン。名前がね、違うから本当に混乱する。多分相当間違えてるかもしれないけど、まあ、そこら辺はスルーでお願いします。はい、これで完成。あとはね、この剣はね、なくなりやすいので、まあ、上に刺しとくのが一番紛失防止。はい、そんなわけでね、今回の動画はね、以上となります。次はね、8、9、10搭載獣王とのね、まあ、連動やっていきたいと思います。はい、そんなわけでね、以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。ちなみに韓国版のね、動画、まあ再生リストはね、この右上、もしくはね、概要欄、あとはね、概要欄の方には、いろんな動画、リスト載っけてますので、気になる方はね、ぜひ、暇つぶしにどうぞ。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。